はい、いつもご視聴ありがとうございます。車の話題でございます。今日はですね、都道府県庁を巡る旅、日本全国の旅のですね5日目になりますね。5日目。はい、でですね、私がね今日訪れた県庁はね、目の前にあるんですけども、いやちょっとびっくりしましたね。こちらの県庁は本当にびっくりしました。いやーね、もうこんな感じで上向いてますけれどもね。はい、で今日来ているところはですね、まあ、関東地方なんですね。車で来ました。でですね、今日は盛りだくさんでですね、温泉ハンターもプラスされております。もちろんこの県庁がある同じ県のですね有名な温泉にも入ってまいりました。露天風呂ですね。それからですね、美味しいものも食べてきましたよ。結構有名なね、つる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 食べるものも食べてきました。今日はね、盛りだくさんでね、5日目お送りしたいと思いますのでね、どうか最後までご視聴よろしくお願いいたします。ちょっと曲がってるね。今私はですね、群馬県の沼田市に来てますね。で家族も一緒なんですけども、まあ、どうしてもイチゴが食べたいということでですね、イチゴ好きの、奥さんと娘が今こちらのですね、石田いちご園さんの、イチゴ狩りに今行きました。非常にね、美味しそうでうまそうなイチゴがたくさん並んでますよ。こんな感じでね、いやいやいや、弥生姫、なんかね、値段も安くてうまそうだね。めっちゃ安くないですか。この大きさもかなり大きいですね。今日はかなりね、暑くなってまして、実は今ね、尾瀬の方に行ってたんですね。尾瀬の方、向こうの山の先ですけどもね、まだね、なんとね、冬季閉鎖中で道がですね、通れなくなっちゃったので、まあ仕方ないので、まあ戻ってきて、まあ一応予定通りの行動ではあるんですけども、少し早めにイチゴ狩りということで、奥さんと娘行きました。それでは私、彼らが30分食べ放題してる間で、支援宅の中で休みたいと思います。いやー、のどかだね。非常にのどかですね。なんかここら辺のね、通りなんかリンゴ園とかね、なんかサクランボ狩り、石田農園さんはサクランボもやってるんだね。なんかフルーツ街道っていう感じですよね。そうそう、それでですね、国道120号線をずっとね、まあ大勢の方に向けて行ってるんですけど、あれ日本ロマンチック街道っていう名前もついてるので、まあ草津の方とか走ってると出てきますよね、日本ロマンチック街道。それとなんか続いてるかどうかはわからないんですが、国道120号線を、尾瀬に向けて行ってたんですけども、引き返したということですね。はい。で、この後ですね、伊香保温泉によって温泉ハンターしたいと思います。じゃあちょっと休憩じゃ。はい、今ですね、伊香保露天風呂のそばの川北橋駐車場というところに車を止めて、今から露天風呂行きます。9時から19時まで営業ということですね。ここから先はね、車入れないので、ここの川北橋駐車場に止めると。ただし20台分ぐらいしかないからね、混んでる時は大変かもしれないね。なかなかね、山の奥の方にあっていい雰囲気ですね。太鼓橋が
はい、それではね、橋渡りましょう。太鼓橋。おお、ここのね、橋の下を流れる温泉はね、温泉じゃない、川には多分温泉が流れ込んでんだね。色がね、湯の花みたいなのが浮いてますよ、いっぱい。ああ、なんかすごいね、すごい雄大な眺めだよ。結構高いなこれな。車はさっきそこからずっと下の方ね、下から上がってきて、こっちへ回って右折しないといけないですね。ここから先は車が入れませんので、車進入禁止ですから、突き当たったら右へ行ってぐるっと回って駐車するって感じですね。はい、こんな感じでね、書いてありますね。なんか今日は平日ということもあってね、非常にいいですね。人もいなくて。温泉観光案内ですね。今いるのがちょうどここですね。途中でね、なんかね、でかいホテルがあったんですけど、なんかホテルの市道を通り抜ける感じでちょっと迷っちゃったりするんですね。この岸権旅館さんっていうのを通ってくるんですけどね。で、帰りにこの石段で歩いて帰ってこれると、有名な石段街ですね。はい、こんな感じですね。伊香保温泉、飲料用の温泉の場所ですね。はい、駐車場から5分ぐらいですね。坂上がってくる、今あそこに見えてる建物がありますけども、あれが伊香保露天風呂となりますね。ちょっとね、夜真っ暗できっと怖いんだよね、きっとね。結構山奥感があって、最近クマ目撃情報なんていう看板もあったので、気をつけながら行きましょう。非常に時代を感じさせる建物だよね。なんかレンガ造りの何かがありますよ。伊香保露天風呂、この先26メートル。ただね、道少し上り坂ですけど、辛いことはないですね。結構ね、奥行きありますね。26メートルもある。はい、着きました。ここですね。はい、それでは入りましょう。ここでね、大人の入浴料金450円払うと、この鍵がつきます。はい、で、ここから先がですね、露天風呂の入り口ですよね。450円って安いですね。それではね、ビデオはここまでにしておきたいと思いますが、あ、そういえばね、なんかあそこにね、噴出孔第二号源泉っていうのがあるんで、ちょっとだけ行ってみる。ラドン発見の日、ラドン。はい、これ噴出孔だって。なんか確かになんか湧き出てるような感じがしますけどね。なんかすごいとこ来ちゃったな。ラドン発見の日って書いてあるよ。すごいね。それではラドン温泉ということが分かったので、じっくりとね、伊香保温泉露天風呂使っていきたいと思います。あ、ベルツ博士っていう人もいますね。じゃあ行ってきます。はい、それではビデオはここまでですね。また後で出てからやりましょう。行きます。はい、今ね、お風呂から出てきました。さっぱ
ぱりしたよ。はい、露天風呂ね、出ました。ぬる湯とね、熱湯がありまして、熱湯に浸かると体力がね、取られるので、ぬる湯にゆっくりと浸かってきましたね。非常にね、濁ってるような感じで鉄分が多そうな温泉ですよね。ここに出てるのもこれ温泉なんですよね。これずーっとね、なんか温泉が引かれてここに出てるんですけど、そんなに熱くはないですね。はい、いい風呂でした。はい、なかなかね、いい湯だったんでね、ぬる湯の方だと1時間以上使っても良さそうなんですけどもね、まあ時間に限りがあるので、そういうわけにはいきませんね。で、今日はですね、この後温泉ハンターにだけではなくてね、美味しいものも食べに行きたいと思います。ちょうど帰り道にですね、ここら辺の名物で美味しいものがね、つる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 食べれるところがあるのでね、そちらの方に向かいたいと思います。はい、今ですね、山の上の露天風呂から車で降りてきて、そちらの市営駐車場に停めましてですね、有名な伊香保温泉の階段、まあ、せっかく来たんだからね、これ上がっていこうと思います。ちょっと一っぽろ浴びて汗流したんですけどね、ちょっとこれ上がっていきたいと思います。どんな感じなのかね、ただの階段でしょきっとと思いますけどね。結構あるんだよな、露天風呂はね。あそこに岸権さんというホテルが見えるんですけど、さらにその先に露天風呂がありましたね。はい、それではね、頑張って歩きます。365段中42段上がってきたんですね。50段ちょっとですね、50段ほど上がると両脇になんかお店のようなのが出てきますけどね、ちょっとでもあんまり整備されすぎててですね、ちょっとイメージしてたのとは違う感じですね。お決まりの射的場もありますね。80段上がった時点でね、結構いい眺めです。結構息切れてるんで聞き苦しいと思います。それでは先行きましょう。100段目まで来ました。息が切れた。100段目からの風景、今日はいい天気でよかったね。あ、なんか面白そうなね感じですよ。ちょっと行かないけどね、横道それるとなんか雰囲気があるところに入りますね。お、喫茶店があるのね。ここはいいかもね。あ、これね、お蔵ですね。蔵を改装して喫茶店があるんだな。てんてまりさんという茶房ですね。それじゃないよ、雰囲気を見てよ。千と千尋みたいな。こっからの眺めすごいでしょ。なんかちょっとね、さびれた雰囲気だよね、すごく。それがそのまま現存してるっていうんだよね。ね、ボロボロだよね、襖障子が。もう下にお店あるのかな、やってんのかな。
で、ここで石段街道。矢印の方向へ。これやってんのかね。だって昔は全部こんな雰囲気だったんでしょうね。こっから撮ってるか。すごい。おお、なかなか雰囲気出てるよ。タイムスリップしちゃったね。これ大正時代とかね。その頃、なかなかいいね。結構ボロボロ、廃墟とまでは言わないけど、結構すごいぞこれは。まあでも雰囲気のいいとこですね。かわいい、結構ドラマできる。よくやってるよ、これドラマ。セットみたいじゃない、これ。え？よく2時間ドラマでこう使ってるよ。あの映画のセットみたいじゃない。ねえ、こうやってんのかね。あ、やってない。あ、準備中だからやってないっていうことではないんだね。はい、はい、以上、伊香保の階段の脇道を取材してみました。はい、伊香保温泉からですね、まあ、車で10分程度ですね、水沢街道、うどん街道と呼ばれている道を下ったところにある、水沢うどんのね、専門店、大沢屋さんに来ております。あまり知識がなかったんで、Google 先生に尋ねたところ、ここが一番おすすめだって出てきたんでね、ここでこれからご飯を食べたいと思います。さすがにね、今日はね、やっぱり何回も言うようですけど、平日だけあってね、ガラガラですわ。まあ、ガラガラといっても何年か止まってるからね。本当に。はい、大沢屋さん、非常に立派な建物ですね。なんかね、のれんがこれは何でできたのかな。非常に立派な建物ですね。中はあんまり撮影しない方がいいと思うんでね、この辺にしておきましょうか。あ、お腹空いたね。さあ、行くぞ。はい、私が訪れました県庁はですね、まあ、これ辺ね、行政地区なんでしょうね。市役所もあるしね、裁判所なんかもあるんですよ。結構整備されて、ただね、交通量少ないですよね。今日平日だっていうのにね、県庁前通りっていうのがね、こうずっと県庁正面に向かって、こう県庁前通りっていうのがね、整備された道があります。はい、で、私が今日来たね、県庁は、はい、ご覧ください。だだだだだだだ、首痛い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 。ほら、来たー。高いね、これ。今までの中で一番高い県庁舎ですね。7つ目の県庁舎は、群馬県の前橋市にありますですね。群馬県庁ですね。すごい高いね、これ。実はですね、私、伊香保温泉に行ってきたんですけれども、伊香保温泉から降りてくるときにね、関東平野が一望できて、あ、なんか偉いタワマン高いの立ってるなーっていうのは山の上から下ってるときに見えたんだけど、まさかこれが県庁だったわね。いやー、立派ですね。あそこの下にあるやつはもともとの旧県庁舎なんでしょうね。あそこのレンガ造りのなんか法務省みたいな感じですけどね。その横にあるのが、この境のが、これが群馬県庁ということですね。はい。で、私が今日訪れました群馬県庁ですけれども、今日はですね、4月の11日の火曜日ですね。今日はちょっとお休みでですね、家族のものとね、群馬県の方に、まあ、日帰り旅行ということでね、いろいろ美味しいものを食べたり、温泉入ったりしてきましたんでね。はい。ではね、今日の7つ目の群馬県庁。まあ、びっくりこきました。30階だったね、これね。はい。今日のね、動画いかがでしたでしょうか。盛りだくさんでお伝えしたので、まあちょっと時間がね、結構長くなっちゃいましたけども、はい。まずはね、尾瀬沼にチャレンジしたら、道がね、通行止めなんですよ、冬季でね。これで行けなくて、で、泣く泣くね、戻って、群馬県の沼田というところで、いちご狩り行きまして、で、その後にね、伊香保温泉に行って、伊香保の露天風呂に入り、
そこからまた道を下りまして、水沢街道、いわゆるうどん街道というところでね、水沢うどんを食べました。そこで一番最後に、帰り道の途中にあそこのね群馬県庁舎立ち寄って、これからね家に帰りたいと思います。はい、本日もねご視聴ありがとうございました。ぜひともねチャンネル登録とグッドボタンだけは忘れないようにお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。群馬バイバイ。バイバイ。